ベネッセが運営する学童クラブで、放課後の子どもたちの見守りをしてます。具体的には室内遊びはボードゲームやコマ、お絵描きとかも見守りをしてます。そこで自分の得意なところを生かして子どもたちの遊びに一緒に入ったりするんですけど、僕はちょっと、ダンスが得意なんでダンスを子どもたちに見せて子どもたちを盛り上げたりしてます。他には毎日30分間の学習タイムがあるのですが、そこで子どもたちの宿題を教えるのではなく自主的に学べるようにサポートします。子どもがやっぱりたくさんいる職場なので、子どもが好きな人にお勧めしたいです。たくさん元気もらったりとか、フレッシュな気持ちをもらえるので、子どもたちにもそのプラスのエネルギーを返す、子どもたちも自分の心もすごい豊かになれる、ぜひ子どもが好きな人にお勧めしたいアルバイトです。